ホージ、セン、ジャスミン、梅子、鉄、行くぞ、デカレンジャー出動。チェンジスタンバイ。ロジャー、エマージェンシー、デカレンジャー。かっこいいな、俺の部下たちは。ありがとうございます。バンです、皆様、初日おめでとうございます。相棒って言うな。デカブルー飛ばす宝珠役の林剛です。みんなこんばんは。20年経ってますよ。これできるんですか。本当に幸せなことですね。デカデカイエロー日渡りマリカ役木下あゆみです。変わらず皆さんに声援いただいて大変嬉しく思っております。ありがとう。リーダーって言ってくれてる人もいました、はい、リーダーではないからな。あ、自称リーダーですから。自称だけどね。嫁、はい、ビジネス嫁。はい、ビジネス嫁こと自称リーダーデカピンク鼓動コメ役菊池美香です。鉄ナンセンス。いいな。皆さんこんばんは。デカブレイガエラ鉄管役の吉田智和です。どうぞ。誰誰デカレンジャー。どうも、佐々木勲です。違うのよ、この曲ではないです。違います。長いよ。ボスでいいよ。ドギークルーガーの声をやらせていただいております稲田哲です。今日は楽しんでいきましょう。変わらず、はい、ジャスミンは昭和のギャグを言っております。はい、昭和、平成、もう令和にもなりますのにまだまだ昭和を引きずっているっていう感じではあるんですけども、はい、まあでもちょっと大人になり大人の女性っていうのが、まあ、さらに魅力がアップしてるかなと思います。あとそうですね、スパー能力はちょっと衰えが来てるかもしれません。20年前テレビシリーズの時は、まあ、ボスというね、まあ、キャラクターやらせていただいたんですけど、当時の僕、見てください、意外と声高いんですよ。そうね。だからね、結構ね、大人を演じてるみたいな、ちょっと上のちょっと背伸びして演じてる部分ってあったんですけど、まあ、この20年で声もね低いところで落ち着いてきたんで、まあ20年経ってようやく演じたいボスにたどり着けたかなっていうのはありますね。なんか車の中でわざとボスの声のこう貫禄出したいから喉が潰れるぐらい大きい声出して現場行くようにしてたって言ってましたよね。そう、CD 流してもうがなって歌ってちょっと喉からしてから現場行ってたんで、今はそんなことしなくても普通に低い声出ますんで、成長ですね。成長、はい、20年経っても成長してるよ俺は。そうですね。ジャスミン結婚して子供いるじゃないですか。でゆくゆく考えた時にデカキッズどうかなと思って。おお、いいですね。はい、だからまあ言ったらデカセカンド、サブタイトルはデカの意思を継ぐ者たちみたいな感じで、タイトルはすごい重いね、はい、なんかプレッシャーにね押し潰されそうな。まあ、この設定としましては、まあ、ホージーだけちょっとまだ幸せ感がないので、はい、ホージーもジャスミンもだから梅子とセンちゃん結婚してるんで、うん、そこにお子さんが生まれて、でジャスミンいますし、テツも個人的にどっかの方とご結婚されて、はい、でバンも結婚されて、はい、全員結婚したキッズたちが宇宙警察地球署の養成所みたいなそのとこに入って、で僕たちがその一日署長じゃないですけど教えに行った時に事件が起きて、で親の背中を見て、あ、お父さん、ちょっと待って待って、ナルトで言うボルトじゃん。そういうことね。そう、完全にそうだね。リュウジ、それだけは言わないでほしかったんだけど。まあ、そういうボルトってもここも言っちゃう。完全にそうだね。いろいろよしなにお願いいたします。はい、そうですよ。そういう形でなんか親の背中を見てしっかり育って、あ、宇宙警察っていいんだねって言って、なんかそのでここで親子生まれるじゃないですか。で今皆さんが見てる中でお子さん生まれた時にデカレンジャー見てたんだよって、そのなんかそちらも引き継いでもらえるかなっていう意味で、デカセカンドもしくはデカキッズがやりたいなと思いました。ぜひうちの息子をよろしくお願いします。レッドにお願いします。レッドで、はい、イエローじゃなくレッドに、はい、皆さんいかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、ではそろそろ終了させていただきます。